リリそうは見えないわ。いえ、一つ柳隊のみんなも。それにここを突破されたら拒否。わかった。はい。だけどどうしてこんなにヒュージネストは他にもあるから。とはいえ、リリ大丈夫。リリだけじゃない。だけどあなたのことは下がりません。あなたってこ、これは、あなた方も詳しい話。はい、一緒に。リリ、もちろんです。それじゃあ、何か間に合ったようですね。敵は私たち、ええ、もちろんです、お姉様。バトルではリリ、やあ、サポートするわ。はっ、やっ、そうそう、メモリアを選択して。押しているわ、このまま。はい、やっ、やるじゃない。今のは、今よ、リリ。レアスキルを使用。みんな、行くよ。レアスキルの効果です。レアスキルやメモリアを使用するとクール。これで最後です。どうやらまだです。先ほどよくお二人であの数の日。それじゃあ、ええ、そっか。あ、リリ、朝ダストバレット。戦うためのリリーを選択しましょう。私、相沢和葉はエレンスゲド学園の規則にのっとり、お名前は、私、飯島蓮華です。20日の夜、私、芹沢チカルって言います。よろしくお願いしますね。私、エレンスゲ女学園1年。私、飯島蓮華です。よろしくね。ガチャを引くことで、ガチャからはメモリ。リリーの役割は、今回のガチャでは何が手に入るかは、早速
しよう。まずはメインス。今回はヒュージとの戦い。これで準備が整った。小型エリアディフェンスが破壊された。ケイブ発生により。ちゃっちゃと終わらせちゃおう。まずはおさらいよ。逃がさないって。この調子で行くよ。メモリアを使用するためには、メモリアとヒュージには有利な属性で、有利な属性じゃあね。よし、この調子で行くよ。はっ。このヒュージ、なかなかオーダーを使うとリードさせてもらうよ。オーダーの効果ですって。